情報セキュリティ対策のクリアデスクに該当するものはどれか PC のデスクトップ上のフォルダなどを整理する PC を使用中に移籍した場合一定時間経過するとパスワードで画面ロックされたスクリーンをスクリーンセーバーに切り替わる設定にしておく帰宅時書類やノート PC を机の上に出したままにせず施錠できる机の引き出しなどに保管する。 机の上に置いたノート PC をセキュリティワイヤーで机に固定するこの中で情報セキュリティ対策のクリアデスクに該当するものはどれでしょうか ははいいかかでででしたでしたょうか答えはこちらです帰宅時書類やノート PC を机の上に出したままにせず施錠でききるる机の引き出しなどに保管するということですねこのクリアデスクですねこれはデスクトップ PC のデスクトップのことではなくてリアルの机とかねそういうことですね。机の上をきれいにしておくっていうことでまあクリアデスクなんですけれどもノート PC だとか書類とかがですね机の上に置いてあるんじゃなくて引き出しの中に施錠できるようにしておくと。 まあこのようにしてですねセキュリティを確保しておきましょうとね書類が出しっぱなしだったら自分が帰った後にその机の上の書類誰が見るかもしれませんよねなので机の上ではなくて施錠できる机の引き出しなどに保管をしておいてくださいともちろん机の引き出しじゃなくてもロッカーとかでもいいんですよ机の上に書類を出しっぱなしにしておかないということですね今、えーねまあ、言いましたけどクリアデスクのデスクは PC のデスクトップではありませんということでこれは違います。 PC に適した場合一定時間経過するとパスワードで画面ロックされたスクリーン制ーパーにしておくと、まあ、これもセキュリティ上有効な方策ではあるんですけどもこれはクリアデスクとは言いませんね、えー、クリアスクリーンなどという言われ方をしますそれから、えー、まあこれもセキュリティの方策なんですが、まあ、盗難防止策ですよね、はい、でもこれもクリアデスクではないのでクリアデスクがこちらのことなのでこっちを覚えておいてください